皆さん、こんにちは。ネットビジネスアナリスト、横田修林です。今日もネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日は2022年11月21日、月曜日ということになりましたので、恒、え、例、ー、となりました長岡造形大学の情報リテラシー論第9回。 テレビの衰弱と動画メディアということについてお話をしていきたいと思います。90分の授業の内容を15分でざっと振り返っていきたいと思ってますので、まあ、復習に、そしてこんな授業をしてるんだよということをですね、学んでいただけばと思っています。では早速なんですが、見ていきましょう。こちらからになります。はい、まずはですね、はい 震災直後に生まれたテレビのサイマル放送ということで、まあ、実際テレビが使えない人がね、いっぱいいた中でテレビの映像をネットで流すというですね、ことをやっていた中学生がいてでそのユーストリームのライブ配信を NHK が購入したところからじゃあ他のテレビ局もやるってう人が出てくるのでじゃあそれをね、ちゃんと公式でやるよということで始まったのでなんだ テレビってやればできるじゃんということで、テレビってネットで見れるじゃんということをですね、気づいちゃったのが震災だということなんですね。で、偶然なんだけど、この2011年っていうのは、東日本大震災のね、4ヶ月後ですね、地上アナログ放送から地上デジタル放送に切り替わったということで、完全にこれでデジタルになったので、パソコンとあじゃなくて、 テレビとインターネットがつながることによって、そのネット中、ネット放送みたいなのもできるよっていうですね。その、例えばテレビの番組表なんかを取り込んだりとかですね。まあ、こういうものを入れたりとか、まあ、あの、オリンピックでお話になりました、サブチャンネルの放送とかですね。こういうことができるようになったのも、この地デジという頃からになりますね。で、これによって、 はい、えー、みんながですね地デジに、えー、法律を変えたことによって、全員が強制的にですね移行したっていうのが、この2011年の7月でした。えー、そして、ですねその翌年の2012年に、ガラケーとスマホの保有台数が逆転した年なんですけど、まあ、この頃からテレビっていうのは、えー、今までガラケーでワンセグで見れていたんだけど、それがスマホで iPhone になるとですね見れなくなっちゃったんですね、テレビをねスマホで見れないから。 ということで、じゃあ映像を見ようということで YouTube を見る人が増えたのかどうかわかれないんですけど、この頃からスマホで YouTube 見るっていう人が激増していくわけなんですね。はい、ご視聴ありがとうございました。続きをご覧になりたい方は、動画の下にあります概要欄の方から YouTube チャンネルのメンバーなるにはのリンクを進んでください。そうすると YouTube メンバーシップの申し込みの中で、 月額190円から学べますデイリー会員っていうのがありますので、こちらに入っていただければ見ることができます。今日の動画だけでも190円の価値があると思いますが、今日から1ヶ月間ですね、毎日に動画を見ることができますし、そしてデイリー会員というサービスを始めて1年以上経ちますが、すべての動画を見放題とも言えますので、よかったら申し込んでいただければと思います。チャンネル登録もよろしくお願いします。では、続きをご覧ください。 どうぞ